ツのガルゴ予選の2位。まず飛び出した6番車の日野未来、そして5番車の日野勇気です。日野と続いて初回の第1コーナーのカーブを回ります。4番車の川島桃香が現在は3番手、7番車の日野駒美、そして1番の中村、注目の2番車の山原の位置は後方の6番手回り、最後方が3番の三宅玲奈。この三宅という人はポジション取りは非常にいいものを持っています。2番車の山原が上がってこの動きに続いている3番の三宅、山原はどの位置を求めようというのか、一旦4番手あたりに収まっていこうというところで1番の中村をどかしました。今度は3番の三宅玲奈上昇、三宅がどの位置を求めていこうというのか、前は6番車の日野未来、そして5番車の日野勇気と日野と続いて4番車の川島です。結局3番の三宅がその後ろに収まって2番車の山原が引いて現在5番手、1番の中村が6番手、最後方がゼッケン通り7番の日野駒美です。向こう上面から3コーナー淡々とレースが運んでいます。なんといっても注目は2番の山原、あとは日野未来の動きがちょっと気になるところ。前受けは6番の日野未来、4コーナーを回っていきます。6番、5番、4番、そして3番の三宅、さらには2番車の山原には1番車の中村、そして7番の猪駒美が相変わらず最後方です。打掌周回の第1コーナーのカーブであります。ご覧の通り一本棒が変化ありません。山原はまだじっと5番手回り、第2コーナー待っています。まだ動きがありません。正攻法は6番の日野未来が取っている。ペーサーが外れた。先行日野未来、5番の日野勇気2番手、山原は動きません。懐スーッと3番手の三宅、あるいは7番の猪子が上がっていこうという体勢でペーサー残り1周です。さあ外から一気にかましてくるのは2番の山原だ。それに6番車の日野未来が乗っていこうというのか、いやー突っ張るか。第2コーナー待っています。この2人のもがき枝、結局2番の山原が飛び出してそれを追う形になりました。6番の日野未来、さらには1番車の中村凛香でこれから4コーナーを回っていきます。山原桜先行、2番手6番の日野未来ですが、ご覧の通り差の方が縮まりません。2番6番、そして1番の中村、2番6番1番、人気に応えた2番の山原、2着に6番の日野未来、一瞬この日野未来も突っ張ったようにも見えました。しかし1着車を下げて追う形で2番6番、1番の中村凛香がどうやら3着のゴール。審判の確定放送までお待ちください。人気に応えました2番の山原です。確定放送までしばらくお待ちください。